うちにいればさ、それはね、それ自然にさ、うん、お前大体あの金を毎月入れてりゃいいけど、まあ、その隠れてね、うん、ママにさ、うん、こうやって借りて入れられないような状況が続いてんだから、うん、ちょっといきなりあまりにも大きな話を、されたので、ちょっと僕も受け止めきれないというか、考えるというか、実際にやる。佐藤宽朗38歳、从没给过父母一毛钱，38岁了，自己也养不起自己。你我的身边可能都有一位佐藤宽朗，他说自己大学时想拍纪录片，想追求梦想，想了二十年，大导演当不成，最后在电视台当助导。他说他没办法找份全职工作，因为时间都给了一份纪录片期刊，一份完全没报酬的工作。你觉得夸张吗？梦想可以梦想到什么时候？佐藤宽朗的自拍纪录片《鲁蛇自拍秀》一开始就承认自己，他其实难堪的，每天精疲力尽，只是白忙。毎日だよ、筋トレだよ。うん。体力失ったら何もできねえじゃん。そっか。ポスティングをしようって言ってる。え？ポスティングの仕事。ポスティング？だったら少しでもお金が入るでしょ。お母さんも働くの？お母さんは働いてるよ今。誰？渡辺さんとこも行ってるし、うん、お茶だってちゃんとお金もらってやってる。いやいやいや、だからこのポスティング昼間もしだけであれば一緒に手伝って。今日財布に、2000円しかないからちょっと貸してとかって言えないよな。そもそも人逃げてばっかり。間違ってないじゃん。間違ってます。だと親間違ってないと思ってんの。あんた38もなってさ、ずっと親のすねかじってさ。正しいじゃない。正しいじゃないわ。間違ってるわよ、あなたの考え方は。なんか言うと仕方がないじゃないか。やってるじゃないか。やってたって、趣味やってたってしょうがないじゃないのよ。稼がなきゃ趣味だっていつも言ってるでしょ。とりあえずその前に1000円ないと赤坂まで行けないんだよ。もう本当にもう情けない。纪录片《鲁蛇自拍秀》其实也问一个问题：到底要怎么爱一个孩子？在父母的保护伞下，年轻的孩子失去危机意识，一再容忍宠溺下，是否也让孩子们失去了面对挑战的勇气？さ、なんでもね、今のものをそのまま維持していこうって言ったらもうダメだっていうことが前提なんだね。ね、お前にやりたいこと全部やってったらもううちは やれないんだよ。追い出すしかないんだよ、うん、一家心中になっちゃうんだから、うん、この数字で、うん、诚实又难堪的实境记录，在佐藤父母决定放手时开始出现转捩点。今の収入状況だよ。現在の収入状況。収入状況、この1ヶ月だけじゃダメなんだよ、ずっとだよ。それから、借金を貯めてる状況、うん、ね、うん、例えば税金がいくら、うん、それからなんだ、健康保険がいくら、うん、貯めてる全部出しなさいよ、これ、うん、私のもね、ママの借金もいくら、うん、ね、おまけで30万、時々おまけしてやってんだよ。書いてみました。负债100万日元等于月薪台币27万元的人生，或许不是最糟的，只是这是佐藤宽朗人生第一次开始理清自己千丝万缕又迷迷糊糊的人生。そしてそれをお金に
なる。一個一個がのきちっとしないといけない。なんかやっぱ喋っても全然説得力がないね。喋ってもね。你是鲁蛇吗？经历失去，才愿意长大。祝福你今晚也有改变的动力。